RQ-152005 年海軍 UAV デモにて展示された RQ-15RQ-15 はアメリカ合衆国の無人航空機。しばしば愛称として扱われるネプチューンは愛称ではなく DRS の商標である。3つに分解して2名での輸送が可能であり、その際には輸送用のケースに限らずランチャーに組み込むことも可能となっている。 ランチャーは圧縮空気式であるが、チューブは一組が、機体側に存在するためランチャーの小型化がなされ、その結果小型の艦艇からの運用が可能となっている。通常の滑走路を用いた着陸も可能であるが、パラシュートを用いた着陸、着水も可能となっており、その際に破損する恐れのあるエンジン、伝送系、センサーは、ロールという分解パーツの一つに収められている。 地上側の制御システムは DRS 製のラップトップパソコン DRS、アプラケ三330乗の Windows ベースのシステムであり、250までの経由点を同時に指定することが可能となっている。2002年3月、アメリカ特殊作戦軍から初期生産契約を得た。ついで2003年3月、アメリカ合衆国海軍からの受注を一式500万ドルで得た。 内訳は3機のネプチューンと地上側機材一式であった。2004年に納入を開始し、2007年2月21日に R9-15 の型番が与えられた。同年中頃には15機が登録されていた。出展、R9-15 ネプチューンはアンマンド、エアクラフトシステム、FI2009-2034 アンマンド、システムズインテグレーテッドロデマップ初言性能。 AB, e US ロデマップ2005。アメリカ国防総省。2012年9月21日閲覧。AB, FI 2009-2034アンマンド。システムズインテグレーテッドロデマップ。アメリカ国防総省。2012年9月21日閲覧。ABCD, RQ-15 ネプチューンアンマンド。エアクラフトシステム。 DRS Technologies 2012年9月21日、閲覧。RVS-330 ラグドビヒクルシステム。DRS Technologies 2012年9月21日、閲覧。ABC Flight Global DRS Technologies RQ-15 ネプチューン。リードビジネスインフォメーション2012年9月21日、閲覧。 drs technologies, drs, receives orders for neptune maritime waves, about.com, 2012年9月21日閲覧アンドレアスパーシュ dod4120.15L, アディンダム MDS, デシグネーターズアリケイテッドアフター19オーガスト1998,2012年9月21日閲覧 ,UAV アクラフトギャラリー ライトニングエアクラフト2012年9月21日閲覧 150D2B ライトニングエアクラフト2012年9月21日閲覧ありがとうございます。